ロバート・グールド賞は1863年にアメリカ南北戦争に参入した全国人部隊の第54マサチューセッツ不評連隊の大佐であった。サウスカロライナ州チャールストンの近くでの第二次ワグナー砦の戦いで戦死した。彼の活躍は1989年の映画グローリーの主題に使われた。賞は マサチューセッツ州のボストンの著名な奴隷解放論者の家族に生まれた。彼の両親はフランシス・ジョージとセーラー・ブレイク・スター・ギス・ショーであり、彼には4人の姉妹、アンナ、ジョセフィーヌ、スザンナとエレンがいた。彼はブルック農場の近くのウェスト・ロックス・バリーの大豪邸に5歳の時に家族と共に引っ越してきたユニテリアンだった。10代の時にスイス、イタリア、ハノーバー、 ノルウェーとスウェーデンに留学と旅行をした。彼の家族はニューヨークのステータン島に移住して文学者と奴隷解放論者のコミュニティに定住した。彼はセントジョンズ大学の初等科に入学して1856年から1859年までハーバード大学で学び、クラブ、ポーセリアンのメンバーであった。しかし、卒業前に退学した。エイブラハムリン・カーンが 大統領に選出された後、南部の州は合衆国連邦から脱退した。昭は第7ニューヨーク不評連隊に入隊して、1861年4月のワシントン攻防戦に参加した。部隊は30日間だけ参加した。1861年に昭は第2マサチューセッツ不評連隊の将位になった。 1862年の後半に父親によって新しい全国人連隊第54マサチューセッツ不評連隊の指揮を取るという話が持ちかけられた。最初、この申し出を断ったが熟慮した後この地位を受け入れた。章の手紙ははっきりとこの自由国人部隊を引き継ぐことへの疑問を述べているが、物価達の献身が彼に強い印象を与えた。 章は彼らを素晴らしい兵士たちだと尊敬するようになった。黒人兵士が白人兵士より少ない給与を受け取ることを知ったとき、彼はこの不平等が改善されるまでボイコットさせた。第54連隊と姉妹部隊の第55連隊は1864年に合衆国議会が黒人の給料を白人と同じ金額にするまで給与の受け取りを拒否した。 1863年3月31日に、章は少佐に昇進して、4月17日に大佐に昇進した。1862年5月2日に、章はニューヨーク市でアニーニーランドハガーティーと結婚した。彼らは両親の懸念をよそに、舞台がボストンを離れる前に結婚した。彼らはマサチューセッツ州レノックスのハガーティー農場で、 短いハネムーンを過ごした。ロバート賞は南北戦争中に家族と友人に書いた200以上の手紙によってよく知られている。それらは現在ハーバード大学のヒュートン図書館に収められている。運命の青い目の子供という本は手紙のほとんどと賞の短い元気を収録している。それらはケン・バーンズによってドキュメントの老作である南北戦争に自由に引用されている。 ピーター・バーチャードもこれらの手紙を元にして映画グローリーの原作となったある偉大な突撃を書いている。第54連隊は南軍の基地に対する作戦に参加するためにサウスカロライナ州のチャールストンに送られた。1863年7月18日、白人部隊の2つの旅団と共に南軍のワーグナー砲台に突撃した。部隊が 南軍の砲撃に立ち向かうことを躊躇しているとき、章は部下を率いて、前進、第54連隊、前進と叫んだ。彼は強壁を登って、部下達に前進させようとした。しかし、彼は心臓を撃たれ、ほぼ即死した。第54連隊の黒人軍曹によると、彼は戦闘に立って、部隊を前進させようとして撃たれ、要塞の外側に落ちた。 勝利した南軍は彼を彼の多くの部下と一緒に集団墓地に埋葬した。それは侮辱を意図した行為であった。この戦闘の後に南軍のジョンソン・ハーグと司令官は他の戦死した北軍将校の遺体を返還したが、しかし将の遺体はその集団墓地に残したままだった。しかし後に将の父親は息子が そのような方法で埋葬されたことを誇りに思っている。と語っている。ロバート賞の死後、彼の若妻、兄は彼女の姉妹と住むためにヨーロッパに移住して二度と結婚しなかった。ありがとうございます。